司会は1981年のオーストラリアの映画、ガリポリの戦いに参戦する二人の青年を描いた戦争ドラマ、ピーター・ウィアーが監督を行い、マッドマックスで一躍有名になったメルギブソンが主演を務めた。同年のオーストラリアアカデミー賞で作品賞、監督賞、主演、助演男優賞など多数の賞を獲得した。監督は、 1975年公開のピクニック・アット・ハンギング・ロックで美しい映像表現が注目されたピーター・ウィアーが言った。同作で撮影監督を務めたラッセル・ボイドが本作でもウィアーとタッグを組みオーストラリア撮影監督協会賞を受賞している。主演には1979年公開のマッドマックスで一躍注目を集めた。 当時25歳のメル・ギブソンが抜擢された。マッドマックスはハリウッドで注目されたものの、ギブソンは1987年のリーサル・ウェポンシリーズに出演するまでは、主にオーストラリアの俳優として活動していた。作品構成は前半、後半で大きく要素が異なり、前半はオーストラリアの雄大な風景を舞台に、ギブソン演じる主人公と仲間の青年たちが、 軍隊に志願するか否かを悩む青春ドラマが描かれ、後半はイメージしていた憧れの戦場とは全く、かけ離れた、生産で、無慈悲な戦争の現実を描いた作品となっている。1915年、第一次世界大戦下のオーストラリア。時競争が得意な二人の青年フランクとアーチーは、志願兵で構成されるイギリスへの援軍、アンザック軍団に入隊する。フランクは、 不評隊、アーチーは、騎兵隊に配属されるが、二人は、トルコのガリポリで再開しともに、残豪で戦うことになる。足が速いフランクは、伝令係に任命される。総攻撃が始まる、最中、重要な情報の伝令任務を下されたフランクは、味方を救うため、激戦地帯を走り抜ける。制作費およそ300万ドルに対し、 オーストラリアでは1100万ドル以上の収益を上げ、アメリカでも500万ドル以上の収益を得た。本作はオーストラリア国内で非常に好評で、2008年にムービーマーシャルが行った集計では歴代12位にランクインした。また2009年のオーストラリアの工業収入報告書によれば、本作の工業収入を2009年の オーストラリアドルに換算したところ、3 8百3万7600オーストラリアドルドルとなり、これは換算後の試算で、オーストラリアの歴代工業収入5位に入るとしている。なお、米国では1981年の工業収益ランキングで77位に止まっており、同年1位のレーダース、失われたアーク、正規は2億1000万ドル以上を稼いでいる。 オーストラリアをはじめ多くの賞を受賞、ノミネートされた。主な受賞歴を記す。1980年前後、ハリウッド映画は、スター・ウォーズ、E.T., エイリアン、ターミネーターなどの SF アクション映画時代を迎えていた。1960年代から70年代頃のアクション映画の王道であった、第一次、第二次世界大戦を題材とした典型的な、 戦争映画は、これらの SF 映画に工業面で押されている。ありがとうございます。